国立情報学研究所の西村と申します。まずはですね、この NII でやっております学認クラウドゲートウェイサービスのまず概要ですね、を私の方からご紹介させていただきます。本日は皆様ご参加いただきありがとうございます。実際何人くらい参加してるんですかね。ちょっと私 自身、どのくらい参加しているという把握できないので、ちょっとこのオンライン開催というのを惑っておりますけれども、進めていきたいと思います。国立情報学研究所の西村です。こちらですね、学認クラウドの一つのサービスとして提供している、ゲートウェイサービスですね。本日、この学認クラウドの3つのサービスをご紹介するということになっておりますが、ちょっと順番、都合で、ゲートウェイサービス、我々あ、このサービスからのご紹介となります。午後の1番目の、セッショントラックで、ここに書いてあります右側のですね、オンデマンド構築サービスのご紹介、その次のトラックで導入支援サービス、ちょっと順番が前後してしまうんですけれども、それぞれのサービスをご紹介しております。で、この午前中はまずはゲートウェイサービスというものについてご紹介させていただきます。こちらのスライドですね、もしかするとその説明何度目だよとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一応ですね、このゲートウェイサービス、学認クラウドゲートウェイサービスが正式名称なんですけれども、今後ですね、ゲートウェイサービスと略して説明させていただきます。で、こちらの概要をささっとですね、説明してデモもできればやりまして、概要の説明とさせていただきます。で、ゲートウェイサービス、一言で言いますと、大学研究機関の認証基盤とクラウドの橋渡しをする、ものでございまして、こちらにありますようにですね、まず、このゲートウェイサービスにアクセスしていただくと、認証が入るんですけれども、それで、その人に、が使える、利用可能となっているサービスをこちらにありますようにですね、一覧で表示するというものになっております。当然ですね、各大学、各機関で利用できるサービス、いわゆる、その無償のものも当然含むんですけれども、その機関で契約しているサービス、電子ジャーナル等々ですね、契約しているサービスが表示される。こちらに書いてありますように、当然、その、今言いましたように、その期間ごとに、表示さ、契約しているサービス、異なりますので、それらについて、表示する、しないをカスタマイズできる。さらに言うとですね、個人ごとのカスタマイズというものもできるようになっておりまして、その方が、あなたが、最も利用するサービスを、上の方に持ってくるんですね。機関で契約しているわけではないんだけれども、個人で利用しているようなサービスを、この一覧にですね、追加するようなことで、カスタマイズもできるようになっております。で、こちらが、アクセス例として書いておりますけれども、よくですね、学認に参加して、利用開始したというところ、機関の中にですね、実際その学認に参加して全てのサービスが利用できるわけではないというのは皆さんご承知のところかと思うんですけれども、その期間でですね、どれが利用できてどれが利用できないというのを利用者、教職員や学生が把握できていないというような問題がございまして、それを解決するのがゲートウェイサービスでございます。こちらに例として書いておりますけれども、サービスですね、 e-learning A、e-learning B、e-journal C というものがあったとしまして、そのうち A と C がその期間で利用できるものであるという場合にはですね、ゲートウェイサービス上 A と C が一覧表示される。で、当然ながらそのゲートウェイサービス使ってアクセスする方々にとっては A や C へは当然アクセスできるようになりますし、そこに表示されていない e-learning B というものがあっても、そこへの動線がないということでですね、自然にそれへのアクセスはしない。
その取捨選択、利用可能不可能の把握が自動的にできるというようなものでございます。ちょっと、詳しい、細かい話になってしまうんですけれども、このゲートウェイサービスがどのようにして提供されていて、されるのかというのを図示したのがこの図でございまして、こちらにございますようにですね、IDP 管理者、その各大学研究機関側に IDP 管理者というものを置いていただいて、その方がですね、その機関で契約している、もしくは利用可能となっている、サービスの情報を入力してもらう。さらに細かい話で言うと、これは、直接ゲートウェイサービスに入力するんではなくて、確認申請システムという確認のですね、別の新システムを経由しても入力できるようになっているんですけれども、そのような経路で、ゲートウェイサービスに入力してもらう。一方ですね、サービス側にも、その担当者というものがございまして、そのサービスの名称とかロゴとかですね、紹介文みたいなものを、まあ、こちらもですね、確認申請システムの方に入力していただくと、それがゲートウェイサービスの方に反映されまして、その名称、ロゴ等で表示される。そのような形でゲートウェイサービスに成り立っておりまして、それを一般利用者が閲覧できると。利用可能 SP 一覧取得というところでございますね。で、先ほど説明しましたように、表示をカスタマイズしたり、個人のサービス、標準で使っているサービスを、追加できるというのは、先ほど説明した通りでございます。ちょっと表示が乱れておりますかね。この辺は割愛させて、説明して、デモの方に移らさせていただきたいと思いますけれども、そうですね、先ほど説明した通り、その機関が契約している、利用可能としているサービスを利用者へ伝える手段と思っていただける。で、学認に参加している、学認に参加しているサービスであれば、そのような情報を学認、それに関する情報ですね、学認で一括して把握しておりますので、それが自動的に、ゲートウェイサービスの方に伝達されておりますので、利用者、IDP 管理者としてはですね、それを選択すれば、もう簡単に、アイコンが追加できるというようなことになっております。で、まあ、こういった前提がございます関係で、学認に参加している方、機関の方限定で提供というふうになっております。もしですね、学認にまだ参加されていない機関というところがございましたら、学認に参加した上で、このゲートウェイサービスをご利用いただきたいというふうに思っております。で、こちらもう一つの追加機能ということになりますけれども、その機関で利用する、利用しない以外にもですね、共同研究や、他大学と連携しながら何かのグループでですね、やっているという方につきましてはですね、そちらのそのグループで使っているサービスというものも表示できるようになっているというところがこちらの説明ですね。先ほどもちょっと言いましたけれども、こちら、利用するためにはですね、利用申請を行っていただくということになっております。この辺の説明、ゲートウェイサービスのウェブサイトで、説明させていただいておりますので、これアクセスすれば、誰でも利用できるわけではないということをこちらで、覚えておいていただければ、機関として利用申請いただく必要があるという。これ、確認クラウド共通の、ルールでございますけれども、まずは、利用申請していただくというところを覚えておいていただければと思います。で、ちょっとこの辺飛ばさせていただいて、デモということですね。まずはですね、そのゲートウェイサービスというもの、URL、cg.gakunin.jp というところにあるんですけれども、まずはそこにアクセスしてください。このような形でですね、ブックマークして、置いていただくと、そのワンクリックでアクセスできるようになるでしょう。ところですね。で、最初に認証が入ります。先ほど ID パスワードを入力してしまいましたので、まあ、これ、その部分 SSO で、飛ばして、属性を送信する同意画面になってしまっておりますけれども、まあ、一般的にはですね、ID パスワードを入力していただいて、ログイン。
そうすると、その方、E-Pass ID に対応する機関、こちらでは、確認 IDT というふうに表示があるかと思いますけれども、まあ、国立情報学研究所であれば、ここに国立情報学研究所と表示されるんですね。で、その機関で利用できるものが、このような形で一覧。こんな感じですね。で、まあ、このサービスそれぞれに関しては、このような形でね、失礼しました。移動させることが可能ですので、よく使うものも上の方に持っていただくとですね、より便利に使っていただけるかと思います。で、そうですね。例えば、適当にアクセスしてしまいますけれども、サービス選択していただくとですね、こちら、通常 SSO によって、この ID パスワードの入力は必要なくですね、そのサービスへアクセスできると。こちら、学人ジラという私が使っているものということで、今アクセスしてしまいました。機密情報が漏れるかもしれないので、ここは消してしまいますけれども、今のような形で、で、他の、サービスに関してもですね、クリックすれば、アクセスできるというんですね。で、こちら、グループ表示とついているサービスについてはですね、先ほどの、グループごとの何々を説明した通りでございまして、このアクセスしている人が所属しているグループごとに、このアクセス先が、を選択してアクセスすることができるようになっておりまして、今、このグループを選択しますと、そのサービスの、さらにそのグループのためのページへ、ダイレクトに、遷移すると。このような形で、これトピックデモというグループに、その人が所属している場合ということになりますけれども、このような形で、表示、アクセスすることができます。で、先ほどの話でいう、個人ごとのカスタマイズというところで言いますですね。これ右上に、メニューがございまして、まあ、いろいろと、並び順を変更したりとか、できるんですけれども、その中にプライベートサービスの登録というものがございまして、その人だけが個人で利用しているサービスについてですね、今、ドロップボックスとか、個人で契約して使っているというような場合にも、サービス名、紹介文、あとロゴとかですね、選びまして、作成と押すと、すみません。これ、デモなので、適当に入れておりますけれども、に入れておりますけれども、このようにですね、サービス名、紹介文、この i というところをクリックしていただくと表示されるものですけれども、あと、サービスの飛び先というですね、アクセスして飛んでいく先を入力していただければ、このような形でですね、急に飛びましたけれども、サービスが表示される。すみません、余計なものが表示されてしまっておりますけれども、この感じでですね、できるというものでございます。で、説明に戻りましてですね、こういうところで、
今言ったところが基本的な説明なんですけれども、さらにですね、この後の発表へのつなぎといたしまして、さらに発展的なことをやっているということをご紹介いたします。で、これ最近、注力している、ところでございますけれども、パブリッククラウド SSO というところで、学人に参加しているサービスに関しては、一通り、必要な機能は、持っているだろうというところでございまして、それ以外でですね、皆様、やり方に苦労されている、困っていると、よく、お聞きするところであります。学人単位の、SP、サービスへの SSO、その学人に参加している IDP を使って、SSO を行いたいというようなところを実現するための手順といいますか、やり方を調査、公開いたしております。で、現在ですね、2つほどその成果がございまして、AWS とドロップボックスございます。で、AWS に関して、ざっと説明しますとですね、モデルとして、形式としては、こちらに図示されている通り、ゲートウェイサービスを介して、AWS マネジメントコンソールへ SSO をするというものでございます。で、ゲートウェイサービスがですね、その機関の IDP、から一旦、認証情報を受け取りまして、AWS マネジメントコンソールへ、橋渡しするといいますか、ゲートウェイサービスが AWS へ属性送信して、誰々さんとして、ログインできるというような機能を提供するものでございます。こちらに関してはですね、この後の発表で、より詳細に、実際にこれどうやって実現するのか、実現するのかというのをご紹介させていただきます。で、もう一つがですね、ドロップボックス SSO ということで、このドロップボックスにログインする機関の IDP を使ってログインするという方法も詳細しました。で、こちらはですね、ドロップボックスさんの方で、尽力いただきまして、ドロップボックスのドキュメントとして、公開していただく運びとなりました。実際ですね、こちらに書いてある URL で、アクセスしていただくことが可能でございます。属性に関してはメールアドレスとかその契約、無料の状態では、この SSO を実現できずに、契約が必要とか、そういう条件ございますが、その辺も含めてですね、ドキュメントとしてまとめられておりますので、もしですね、機関の方でドロップボックス契約して利用しているという方いらっしゃいましたら、こちらをご参照いただければと思います。はい、以上で、私の方からの発表を終わらせていただきます。ぜひですね、こちらのサービスにご興味をお持ちの方は、ご参加、利用申請いただければと思います。以上です。ありがとうございました。